煩悩に身を焦がし不安の絶えない様を火災にあった家に例えて家宅という。僕は K さんとことを起こしたからね、それだけは言っておきます。あなたのなさることは何でも私わかるんです。それじゃあ1週間待つか、いや2週間でも3週間でも構わない。絶対戻りません。母さんな、あん大学生のとこ行きんしゃると。あんたが大きゅうなったら分かることやけ。情事なのか愛なのか。あなた起きてください。次郎が、次郎、次郎、ヘルバル、はい、お願いします。抱っこして何も言わん。それ私だって子供5人ほったらかして新劇女優か何かと同棲中で、しかも6人目のおめでたですって。困った困った、重くて困った、重くて困った、重くて蘭和夫最高傑作の映画化、家宅の人。